はい、どうも、太郎丸です。2020年8月9日、遺跡情報ということでね、鹿島アントラーズの遺跡情報についてお伝えさせていただきます。いつもご視聴いただきありがとうございます。ということで、昨日もやった中で、今日もやるということで、公式発表が来ましたよということで、昨日の流れからですね、公式発表が来ましたので、それについてお伝えできればなと思っております。ということで、今日やることを、公式発表、この話について思うこと、最近気になる選手ということでね、公式発表からいきます。ということで、8月8日の、時点で噂が出ておりました、田川京介選手を関西移籍で獲得しました。ということで、まあ、なんて言うんですかね、昨日とかぶる内容がいくつかあるかなと思いますけれども、まあ、そこは、それに付け加えて少しお話できればなというような感じになります。ということで、スコットランドリーグの一部リーグから、ハーツというチームからですね、フォワードを獲得しました。補強ポジションとしてはドンピシャかなと思います。背番号は11番に決定しておりまして、基本的には右ウィングで、の起用が主で、センターフォワードのポジションを担う可能性も高いかなと思っております。そしてですね、そうですね。で、昨日まではストライカーの表記を ST で表記してたんですけれども、今日からちょっとストライカーの表記を CF、まあ、一般的な基準に直しました。まあ、コメントでも来てたので、まあ、ちょっと私としても迷ってたんですね。私は、まあ、よくゲームもやってて、ストライカーが ST で、センターフォワードがトップ下、まあ、セカンドトップ的な位置づけでやってたので、そういうゲームをやっていたので、そういう表記の仕方をしてたんですけど、まあ、センターフォワードがストライカーの位置で、ST がセカンドトップの略、まあ、シャドーストライカー、シャドーっていうポジションですね、にも使われてたので、ちょっと ST はセカンドトップとして今後表記した方が、まあ普通の基準としては正しいのかなと思って、センターフォワードという記載に変えさせていただきました。ということで、どんな選手なのかっていうところですね。足が速く50メートル6秒フラットほど、182センチと表記してありますけれども、公式発表では181センチ70キロでしたね。私が見た記事では182センチだったんですけども、まあ、公式では181センチになってましたね。で、身体能力に恵まれたタイプということでね、私はこの辺がどうなのかなと思ったんですけど、まあ、鹿島関連の記者さんが X にて、発言していたのは181センチあって、まあ、足が速い方に目が行くけども、181センチありますよという話で、実はセットプレーも強いんじゃないかみたいな話が出てましたね。私見た動画だと足で結構点取ってる方がイメージあったので、まあ、サイズもあるんで、ひょっとしたらセットプレーのターゲットになったりとかもできるのかなとちょっと期待しております。で、身体能力にはね、恵まれたタイプかなとは思っておりますけれども、で、まあ、ここが一番の利点ですね。左利き。今、現状、フィールドプレイヤーで左利きっていうと、溝口しかいません。溝口は怪我しておりますし、佐藤美弘選手が、これから、今、2種登録ですけれども、これからトップに上がる選手ですね。が、左利きの選手ですけど、左サイドバック。まあ、アタッカー陣で一人左利きの選手が欲しいなというところで、まあ、鹿島が欲してたタイプなんじゃないかなっていうふうに思います。左利きの右ウィングですね。私はこれも、まあ、思っていたところで、まあ、鹿島が欲してたであろうし、これはまあ、私の願望というか想像でもあるっていうようなお話になります。で、移籍金は不明ですね。2000万円から1億8000万円の幅がありそうなので、まあ、チームでのね、序列が低そう、だったんですよね。アタッカー陣だと5番目とか6番目とかそういう話も出てたので、まあ正直1億円程度であれば金銭的にはありがたいかなという、佐野の移籍金を使わずに土井、柿田が残してくれた移籍金でことが足りる
ような金額ですので、1億円程度なんじゃないかなというような予想を立てております。下手したらね、もっと安いかもしれないですし、競合もしたようなので、もうちょい高いのかもしれないですけれども、FC 東京から移籍した際は、ハーツにですね、9000万円の支払いがあったそうなので、まあ、物価が違えど、まあ、それに上乗せして1000万円程度、上乗せして1億円程度だったんじゃないかなというふうに、個人的には思っておりますので、1億円前後じゃないかなというような気がしております。で、コメントですね、鹿島アントラーズのファン、サポーター、関係者の皆さん、はじめまして、ハート・オブ・ミドロン、ミドロシアンですね、FC から加入することになりました。田川京介です。アントラーズのユニフォームを着てプレーできることに誇りと責任感を持ち、皆様に多くの勝利を届けられるように全力で頑張ります。よろしくお願いします。というようなコメントを残されております。ということで、もう早速練習に参加するのかな、明日から。まあ、か、日曜日の試合終わってから参加になるかなと思いますけれども、まあ楽しみな選手ですし、まあ、日本人で日本で育ってる選手なので、まあアントラーズで、アントラーズがどういうチームなのかっていうのは分かってはいると思いますけど、実際に入るとね、もっとこんなイメージなのかみたいなことは最近ね、リクシルスポーツとか見てても思いますし、言ってる選手が多いので、だからその辺のギャップなく溶け込めるといいなというふうには思っております。まあ早く馴染んでくれることがね、鹿島にとっては一番いいことだとは思います。ということで、この話について思うことということで、まあこの辺は昨日も喋ったところです。センターフォワードでも出られるウィングはターゲットになれるということで、まあ、センターフォワードでプレーできるタイプのウィングの選手っていうのは、まあ、サイドに回ると、相手のサイドバックをフィジカル面で苦しめることができるっていうのがいい点かなと思います。要は3トップ全員ストライカーみたいな選手がいると、まあ相手はサイドバックの選手は真ん中でやれる選手がサイドに来てるわけですから、フィジカル面でそれなりに優れた選手が来てるわけですよね。そういった部分を考えると、まあ、そこがいい点になるかなと思っております。で、鹿島のウィングに求められる裏抜けの技術とかも、映像を確認すると、まあ、かなり良さげに見えました。まあ、海外でもそうですし、FC 東京時代もいくつかあったようなので、まあ、サガン鳥栖時代のね、ほとんど映像がないんで、なんともなんですけど、まあ、能力は間違いないんじゃないかなという、このあたりですね。あとは守備的な部分がどれだけできるかっていうのが、少し気になるところですけども、まあ、諸岡もセンターフォワードですし、もともと仲間もね、センターフォワードをやってた時期もあるので、鹿島ではないですけどね、J2 とかでやったので、そういった部分でサイドバック相手にこうフィジカルで当たり負けしないっていうのが、鹿島のウィングに求められる一番のところで、あとは裏抜けの技術と守備の部分頑張るとか、まあ、そういった部分がですね、求められるんじゃないかなと思います。で、まあ、補強自体はかなりいいんじゃないかなと思いますね。まず、諸岡を左に回すことが考えられます。で、次に仲間を途中から出場させられることも考えられます。連戦に対しても対応しやすくなるかなというふうに思います。まあ、単純にメンバーが増えますし、サイドの選手って考えると、諸岡行って、仲間行って、田川行って、まあ、チャッキー怪我してますけど、チャッキーもいて、まあ、この田川を補強したってことは、チャッキー前で使うのかなというような感じはしますけど、あとは、藤井がいて、まあ、結構いいですよね。樋口もいますし、バランス的にはめちゃくちゃいいかなと思いますね。で、諸岡田川がスタメンですね。左諸岡、右田川。で、途中から仲間、樋口を入れることによって、テンションを保つこともできますし、まあ仲間を、田川を外すときは仲間、諸岡とか、諸岡外すなら仲間、田川とか、いろいろ考えられますので、この辺もいいところですよね。で、まあそうやってテンション感を保つことができるっていうのと、
樋口がどこでも起用できるので、まあ、ボランチに入れたいなと思っても田川がいるんで、まあ、田川を、サイドに入れて藤井を入れてというようなサッカーもできますし、まあ、どういうタイミングでどの選手が入ってくるかベンチに誰がいてとかありますけれども、樋口を、ボランチで起用すること、トップ下で起用するっていうことも考えられるんじゃないかなと思います。まあ、チャッキーが怪我してるってことも加味して、藤井を浄化役として、まあかなり確立することができるんじゃないかなというふうに思ってます。で、昨日までなかったところで、他の補強ポイントはどこかっていう話なんですけども、センターバックとサイドバック候補に上がるかなと思います。この夏にね、ただこれらのポジションで補強するってことはなかなか考えにくいかなと私は思っております。まあ、センターバックに関しては、ミサオも帰ってきて、つくいもいる状況。で、さらに下には、大川くんいらすんで、大川くんは来年は確実に上がってくるんじゃないかなと。日登録は継続で、ユースからトップへ上がるっていうことは確約されてるん、まあ、確約とまでは言わないですけど、上がる可能性高いんじゃないかなと思ってます。で、まあ、ルヴァンが残っていれば、タイトル3つの可能性あれば、まあ無理してでも補強したかなとは思うんですけども、ちょっとセンターバックに関してはミサオで済ますんじゃないかなと思います。はい。ミサオにボランチ兼センターバックとしてプレイしてもらうっていうのが可能性高いんじゃないかなと思っております。そして、サイドバックに関しては、菅井が両サイドバックで計算できるようになってきましたね。右でも左でもそれなりにプレイできそうなので、まあ、そこを考えると、サイドバックに関して補強があるかっていうと怪しいかなと思ってます。まあ、怪我しててずっ、怪我なのか、まあ、病気なのかちょっとわかんないですけど、溝口もいますし、ユースからはサイドバックに2人上がりますからね、松本春人と佐藤美博と。そうなるとちょっとどうするかっていうと、とりあえず須貝もう1人取るかっていうのが悩ましいところですね。で、あとは国内でサイドバックやってる選手で安西のうのにこう勝負を仕掛けようって思う選手がいるか、来年の冬になればまたそういう選手がいるかもしれないですけど、まあ ACL も取って、ACL の出場権もあってとかって考えると、来たいっていう選手はいるかもしれないですけども、現状ちょっとこの二人に立ち打ちするみたいな選手がいないと思うので、まあ菅井、あとはユースの選手と、まあボランチをやってる選手でサイドバックをやってみてもらうとか、船橋とかですね、そういう形になっていくんじゃないかなと思っております。ということで、最近気になる選手についてはですね、まだまだ募集中ということで、ちょっと私も、誰がいるのか把握してないですし、まあコメントに来てればそれに対してここで返答したりとか、まあ、返答したものをコメント、返答したコメントを読み上げるとかしようかなと思っております。ということで次回予告でございます。次回は移籍の情報が来たらまた投稿します。ということで、まあもう今年の夏はひょっとしたら出ない可能性もあるかなと思っておりますんで、どうなるか気になるところですね。いつもご覧いただきありがとうございます。皆様のおかげでいつも楽しく動画撮れております、おります。これからも気が向いたらグッドボタンを押してくださいね。あとついでにコメントもいただけたら幸いでございます。チャンネル登録もお願いします。ということで、ありがとうございました。さよなら、じゃあね、バイバイ。